風水ラバンの一例解説風水ラバンは、風水に用いる番。単にラバンと呼ばれる場合もある。流派により、三元ラバンと三合ラバンの二種類があると、いう。中心に、磁石の方位自身が埋め込まれている。外周に向かって地盤、人盤、天盤という三皿から構成されているのが基本である。地盤は、根、ね、牛、虎と方位を示す二十四方位が刻印されている。 こう、北極星の方角に定位させておくのである。磁石の方位を磁北といい、北極星の北を真北という。東京でおよそ6度、北海道で7度と、日本各地の井戸により異なる。風水はそもそも同郷であるために、磁北ではなく、真北を用いて測量する。地盤の子を北極星に合わせる。一晩は二つ目の十四方位を示すが、十四山、 と分類する。それぞれの地流を読むために用いる。地流とは、陽宅に山の峰から尾根が向かってくる方角を読むのである。その住居に住む者に与えられる地のエネルギーが教えられる。天板は三つ目の24山で読むが、川の水流を流が遡って被宅に飛び込んでくる。水流は地流と行動で力を発揮する。 六十四家の方位に分かれ、内側と外側の逆家が、タイになって刻印されている。辰巳の方位には、タイがある。内家も外家も、同じタイであり、洋宅から、タイの方角は大吉であり、その方角に住む人から見ても、タイの恩恵を与えるという意味である。これらの四つの項目が表記された、風水羅板を、小板、または、総合羅板といい、地板、地板、 天板を3号ラバンという。最大のラバンは50層になる液橋ラバンの64方位が6項に細分され384、型くらいの吉橋を判断することが可能である。ありがとうございます。